人工キャンプ後編スタートいたします。一部卑猥な表現が含まれますので、苦手な方はここでストップしてくださいね。それでは参りましょう。ネギ明太子もちラーメン、あー美味しそう。やばい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 。切ってあれしました、斜めにする断面をちょっと斜めにする、斜めに重ねる系。そうそうそう、美味しそうに見えますよね。あっちの冷蔵庫にピーマンがあるから、ピーマン入れたマンピー入れたかったんですか。ピーマン早い反応で企画なツッコミ。うわ、ちょっと中からいやらしいのがいっぱい出てきます、ね、ここに緑があったらいいのにね。うまそう、ありがとうございます。福ちゃん作熱々たこ焼き、あうまそう、うまそう、うまそう、うん、うまっ。うん、恥ずかしくないよ。うまっ、うまっ。なぎばい、全力さんにいただきました。全力さんがくれました、ありがとうございます、ありがとうございます。これを自転車用のモンベルのいいやつ、これでチャリ乗りたいと思います。イエーイ。じゃあはい、これやって。めっちゃ食いよ。あいるくわっか。くくく。はい、ぶん投げて。あ、優しい。仲間の中に US シェルターハーフ60年代のものを使っている方がいらっしゃいました。座り心地が良さそうな椅子、コットにマットを敷いて寝心地も良さそうですね。これはクーラーボックスでしょうか。色がかっこいいですね。おや、木のでかいテーブルが。すげえ。で、後でつけたんすかこれ。はい、これかっこいいっすね。このこれ木目がまして、かっこいい。あ、下に巻きが。この焚き火であの有名なコールマンですね。武骨でいかつい感じ。三枚。あ、チェックあるっす。ああ、ここに付いてますね。で、一枚ここに上に上げて。ああ、上げてますね。上から横を、うん、かぶせてるだけ。はいはい。ああ、そういうことですね。60年代の話や。ああ。ボロボロやけど上の。いい味出ています。ヒョウ柄のすごっ、寝床バッチリですね。手触り良さそうですね、めっちゃ。 あったかいですね。さすが大阪。だるまさんコーロンだ。おマジだるいからやめて。あ、いっぱいこれ物が乗ったっすね。バッテリーもバッチリハマってますね。うん、しよっか。僕の圧勝でした。お、捕まえた。すげえすげえすげえ、すごいね。食べる、食べん、うん、あ、お花に返し、お花に乗っける、うん、さっきもカエル捕まえて花に乗せました。 あさっきの、うん、あ、それはずっとおらん。あ、なんかバッタが乗っておいで、ほら、乗った？あ、乗った乗った。あ、さっきのおるやん、さっきのずっとおったんやね、こいつ。カエルがヒガンバナに2匹乗る貴重な映像です。2匹乗っとや。知らんけど。あれれ、川にプールがありますね。一面石が敷き詰められ、赤ちゃんでも溺れない仕様となっております。まだまだ準備ができてないって。あ、冷た、あ、冷た、痛いし、冷たいし。うん、うん、どうやって今洗濯しようて。深い、ヒゲクマさんがクマのように水浴びしています。あー、冷たい、やばいやばい、結構早い。おお、やばい、あー、おー、やばい、それやばい。なんで急に元気なくなったん。我々だけ楽しそうに川に入っているので、ご立腹の様子。足痛いよ、怒った。30秒後、機嫌が良くなり一安心。
そのぐるやろうよオフラインミーティング、左右ヤマンゲロヒゲクマ全力中年トモポモジ、皆さん遠方から集結し楽しく過ごしました。はい、なんこれくれるんこれ、ありがとう、いただきます、後で食べるね。これ何に使うと、文幕に貼ったらいい、どうやって貼ろっか、ありがとう、貼るね、貼り忘れました、今度貼るね、あれあれギターを弾いていますよ、うまいね、うまいや。彼女はこの後二度とギターに触れることはなかった。トモさん全力さんからいただきました、ご縁を結び、群幕好きとご縁がありますように。ありがとう、二等ね、ちょっくら買い出しに山を下りたいと思います。登ってきたのとは違う道を使います。はい、行ってきます。初めて長い坂道を下るので撮影してみました。特段何が起こるというわけでもありませんが、足腰の悪いよそじのおっさんが風になった気分を一緒に体感していただけたら幸いです。ノーカットは長すぎるのでちょいちょいカットしました。下山までお付き合いくださいませ。いきなりきちい、いきなりの坂道ですでに疲れ果てる。トンネルが見えてきましたよ。あちらの世界とこちらの世界、異世界をつなぐトンネルだとでも言うのだろうか。涼しい、こっから下りや、帰りが地獄やねこれ。帰りはマジで死にました。そろそろ終焉を迎えようとしております。勝手に決めたゴール、頭までしっかり疲れそうな川がありました。景色も綺麗です。ここから30分ほど漕いで JA のスーパーへ向かいます。私は元来超インドア派でして、なぜアウトドアをする人がいるのか全く理解できませんでした。最近になってキャンプやチャリに乗り始めましたが、自然と触れ合うことで癒され、幸福感に満たされ、身も心も充電されるような感覚になることを知りました。ご視聴者様の中に現在インド派の方がいらっしゃるなら、ぜひ一度自然あふれる場所で過ごしてみていただきたいです。知らんけど。キャンプ場へ戻ってまいりました。先ほどの体を洗った川で平らな石を探しております。焚き火台の下に敷き、草が燃えるのを防ぐためです。ちょうどいいのが見つかりました。幕の片側はボタンで閉じ、下ろしてペグダウンしました。先ほど拾った石の上に焚き火台がいい感じで乗っております。全体的にバランスがいいですね。知らんけど。火をつけます。ドイツ軍のオイルライター、軍服のトレンチコートのベルト同士に結びつけて使われたため、トレンチライターとも呼ばれていたそうです。世界初の軍用品オイルライターです。くる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 、カチッ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 、オイルが切れていました。諦めて普通のライターを使う。細い枝を入れていきます。そしてフライパンディッシュ、家族のテポさんが作っているテポバシギン、真鍮ライフル薬莢にニッケルメッキをかけた貴重な液を使用した組み立て式の足です。これぞまさにミリタリー。サラダ油を垂らして斜めにして伸ばしていきます。熱々の鉄板にお肉ちゃんピュンプラ。どんなに素晴らしい音楽もこの情熱的な音にはかないませんね。知らんけど。クロセのスパイスを全体へまぶしていく。ひっくり返します。ピュンプラ。しっかり焼けたようですね。火から下ろす。いただきます。熱パクジュワうま。カッティングボードにエリンギを乗せ切っていく。スパッ。
先ほどの肉から出た油にエリンギを投下する、農家する、オーガズム農家する、スパイス振りかける、パパパパンパパパパンパパパパ、いただきます。はい、ヒゲさんです。あ、いけます。あ、よかったです。うん、うまい、うまい。もうやん、食わんすか。もうもちろん。ああ、ありがとうございます。もうじゃあ、これ行ってください。エリンギ？エリンギっす。あ、うまい。今回、この回に呼んでくださったキャンプアズさんです。概要欄にチャンネル URL 貼ってます。よろしくお願いします。お願いします。ビールが飲みたくなってくる、きっとくる。僕の代わりに行ってくれました。あ、これパイっすね。パイです。僕の大好きな。お、パイっすね。ありがとうございます。うわ、うまそう。いただきます。いただきます。はい、うん、やばいっすね、これ。うまっ。うまいっす。ありがとうございます。どうすか、どうすか。あ、なるほど、なるほど。はい、あ、背中ついてもらっていいですか。はい、ちょっと痛いっす。あー、マジっすか。可愛いです。あ、ありがとうございます。あ、行ってください。これ自分で。あ、そう、ロープ。はい、ロープ全部分解してわざわざ作ったやつ。どうですか。これはすごいっすね。若干背中痛くないですか。これチャレンジするべきだってことですか。あ、そうです、そうです。あ、そっか、そうなりますよね。ありがとうございます。励ましの言葉。メコ油ですね。メコ筋とか言うじゃないですか。メコ油のポテトフライ。絶対うまいですね。いただきます。うまっ。うまい。じゃあいきますね、せーの。おおお、超美味しそうなんですけど、この広島焼き。広島焼きって言われたんだ。そう、広島人は全員。何だったっけ。美味しそう、美味しそうになりましたね。すごい。じゃあできました。ビヨヨヨヨヨ、めちゃくちゃすごい。お好み焼き、いただきます。うん、うまい。僕は餅チーズ入り作らせていただきました。ぐっちゃぐちゃになりましたが美味しかったです。うわ、こんな死ぬまで食えんすよ。死んだら食えんの。さゆさんが振る舞ってくださいました。超美味しそう。メスティに具材を入れ固形燃料に着火し待つだけで完成。でもポージーさんが作ったやつの方が手間暇かけただけあり、ふわっとした食感で僕は好みでした。これ何でしたっけ。栗ご飯ですよ。ありがとうございます。死ぬほどうまそうだね。卵が最高。すげえ。俺こういうのが好きなんですよ。すき焼き風なんで。卵ペロンつけて。いただきます。栗の上にドロドロの。いただきます。うまっ。米。クリームいきます。うまっ。お塩かけると美味しい食べ方ができるらしい。お塩思いっきり吹いてください。ありがとうございます。もうちょいたっぷり吹いてください。もうちょい。はい。あ、じゃあこんな。ありがとうございます。はい。あ、気持ちいい。我ながら食い方が汚い。おのおの自由にキャンプを楽しんでおります。ジェマンゲルの適当クッキング、揚げたり焼いたりしてみます。先ほどのポテトを揚げたメーコー油、ヒゲクマさんからいただきました。半山に注ぎ火にかける、いい絵ですね。初めて見た野菜、マンコモだけ切って素揚げしようと思います。スパ、初めて触ったこの感じ。もうパリパリの方もいけるのかは、中だけね、多分。いきます。皮は竹のなんかゴミみたいな感じです。捨てます。ファイヤー、このぐらいで揚げます。お、やばいね。よいしょ、捨てるか。いけ。お、やべ、熱っ熱っ。お、色が変わったね。ちょっと味見、塩コショウつけてみます。
初めて。いただきます。うまいかもしれん。うまいわ。パンになるの怖い。キッチンペーパーがないので尿を切るようにちょん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 。うん。ソフトなタケノコみたいな感じでうまいっすね。すべて素揚げにしていただきました。すごく美味しかったです。焼きそばいただきました。マヨネーズが乗っかって美味しそうな匂い。うまっ。うめ。うまいです。炭と衣いただきました。初めて使うこれ。練炭自殺する時のやつよね。何個もだけ一応名前に引っ張られすぎて、なんか意味わからなかったけど、タケノコの子供でした。タケノコの子供ではありません。全力さんが盗撮してくれていました。撮影の時テント周りをうろうろすることが多いです。油を一旦外へ出しています。僕の場合、撮影すると全ての行動に4倍くらい時間がかかってしまいます。地味な作業の連続ですが、動画投稿した時のやっと終わった感は何とも言えません。全部素揚げにしていきます。下手を落とす。よいしょ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 。で、ぶち込んでいく。お腹の中による胎児かわいいですね。グツグツ上がっております。よっしゃ、出た。マンピーの素揚げ、あ、美味しそう。スパイスをかけていく。いただきます。うん、苦うま。網を置いて山口県の地鶏もも肉を焼いていく。ファイヤー。映像的にはいいですが完全に火が強いですね。焦げてしまいます。慌ててひっくり返しております。弱火でじっくり焼くことにします。肉厚なので穴をほがしてみます。ごめんください、ごめんください、ごめんください。イエー、ごめんください。ごめんください。こちらはテポブラスター。5段階伸縮式の皮膚規模。持ち手部にはライフル薬莢を使用し、先端部には真鍮を削り出しドーピンでかしめ止めされています。磨けば輝き錆びません。ここは引っ掛けられるようにパラコードで結びました。バカまぶしがあったので軽く振りかける。まんべんなく伸ばす。そこへクロセのスパイスを振りかける。テポブラスター使っちゃいます。テポファイヤー。もも肉いい感じで焼けてきましたね。中まで火が入っているでしょうか。切って確認してみます。お箸ちゃんを抜いて、うーしょ、ういよいしょ。岩国バラバラ殺鳥事件。このプリプリのとこ、いただきます。うん、うまいです。テーブルの陰でタトゥーのように見えます。ヤンマンギョさんは9時かされて、テントに G が。ピーマン持ってくれよかった。ガンギスパーク。米発泡にごり。炭酸を後から入れるわけじゃないんですよ。ちゃんと自然の発泡なんです。いきますよ。はい。溜め込みすぎっすよ、ポミさん。ごめん。ポミさんは1ヶ月も我慢するけ。ドロ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 。そんな出ないでしょうね。ええ格好しました。すげえ、そんなに出ようとするんですね。いや、これだから開けるのに技術がいいです。マジっすね。まだ上がってこいとし。そうですね。あんだけ言ったのにまだ。本当っすね。絶倫でしたっけ。絶倫。ぬかろくとか知っとる。はい。ぬかろくとか知らん。いや、知らんっす。なんすか。ぬかず6発とか。いや、知らんっす。ぬかずにそのまま6発の中でいける話っすか。初めて聞きました。どっちが6なんですか。男がこんなに見えます。若いんですよ。いや、俺無理です。これ動画使えんな、ほんま。何十回言うかじゃあ、みたいな。いやいや、本当いいこと勉強になりました。ちょっと訂正にしましょう。ヒゲクマ散策、銀杏。メンラー作っていただきました。ヒゲクマ散策。家系、うまそう。いただきます。まずは麺とほうれん草。ずるずるずる。うまいです。のり、麺、ほうれん草。ずるずるずる。ずるずるずる。チャーシュー。うまい。ビンカッコイ。心地よいフレッシュな香りと優雅な余韻。すごっ。え、これは皮ごと焼いたんすか。焼きバナナ。タレをね、はい、いっぱいつけた方が。いただきます。お、
うまいですね。シナモンかかったバナナとか俺生まれて初めて食いましたね。すげえこれ。アップルパイにシナモンかけて、何ソースでしたっけ？ベリーズソース。いただきます。アップルパイ。すごい。あ、ほろほろ熱っ。中にぐちょぐちょのドロドロで入ってますね。白い液が。動きを調子なくていい。あ、ほんとですか。いただきます。めうう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 深夜のおしるこ幸せでした。テポトーチの炎が優しく灯っております。私は一足先に床に着きました。おやすみなさいと息子に挨拶し眠ります。おっぱいようございます。寒かったのででかい焚き火で温まらせていただきました。ご飯炊いて味付けご飯とか作ると結構捨ててますよ。今まで暑い時は、ね、水が足りなくて硬すぎるとかね。全力散策和風カレーうどん。優しいですね。濃いめ和風カレーうどん美味しいし冷えて体が温まりました。ともさんさゆさん作ホットサンド映えとりますね。カプチーノにシナモン、ホットケーキにあんことバター。うわーいやらしい。朝からブリブリショップ。イエス。うわバターが贅沢ですね。このタープの下で皆さんと楽しく過ごさせていただきました。今回はちょいちょいみんなで集まるスタイル、楽しくていい思い出になりました。いろいろとごちそうになり本当にありがとうございました。とでも言うのだろうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録してくださった方には山口県の神様が幸運をもたらしてくれるという伝説がこの土地に残されているそうな。知らんけど。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。